ただいまより、応力、熱伝導解析入門セミナーを始めます。本日の講師は人工音声のナナミが担当します。どうぞ、よろしくお願いします。当セミナーの目的はこちらになります。フェムテッドの応力解析や熱伝導解析で解析可能な事例と、その解析を実施するための設定ポイントをご紹介します。 難解な理論式の説明は必要最小限とし、フェムテッドで解析できる物理現象のイメージを理解していただくことを優先します。フェムテッドヘルプに記載の機能説明は避け、概要説明のみとし、解析事例の紹介を優先します。材料力学や熱伝導理論は、基礎知識のごく最小限の紹介にとどめます。 こちらが本日のセミナーの目次となります。応力解析、熱伝導解析、それぞれについて概要説明に続いて解析事例の紹介を行います。なお解析事例については、事前にお配りしたプロジェクトファイルの1番から5番を使用しております。ご自身でも解析してみたい方は、これらのプロジェクトファイルをご活用ください。 ここで簡単にフェムテッドの解析の流れについておさらいしたいと思います。フェムテッドでは解析の種類に関かかわらず、以下のような流れで解析を行います。1、モデル形状を作成、またはインポートします。2、解析条件を設定します。3、材料定数、ボディ属性、境界条件を設定します。4、 メッシュサイズを設定します。5. 解析を実行します。6. 結果を分析、検証します。これらの大まかな流れはフェムテッドヘルプのチュートリアルで習得可能です。では、応力解析の概要説明として解析の種類を説明します。 応力解析の解析の種類は5つあります。そのうちの代表的な4つについて一覧表にまとめました。正解析では力の釣り合い状態を解析します。熱過重解析もこちらに含まれます。共振解析では共振モードや共振周波数を解くことができます。調和解析では周期的な振動や、 周期的な荷重を与えた時の応答を解析することができます。共振解析も調和解析もいずれも振動現象を解きますが、共振解析では周波数が未知数であるのに対して、調和解析では周波数は条件として与えるという違いがあります。最後の過渡解析では運動方程式を時間ステップを刻みながら解くことで変位速度、 加速度の掲時的な変化を知ることができます。なお、過度解析は応力拡張オクション機能となります。続いて機械的な境界条件について説明します。フェムテッドの機械的な境界条件は様々な種類がありますが、大きく分けると変異、荷重、接触の3つのグループに分類できます。変異は、 ボディの一部を固定したり、強制的に変異を加えたり、調和解析では振動振幅を設定する場合に使用します。荷重は、文字通りボディの一部に荷重を加えたい場合に使用します。最後の接触ですが、物同士、ボディ同士の接触を考慮したい場合に使用します。この、接触というのは、いわゆる接触解析の接触であり、 離れる方向に力がかかった場合は、ボディが離れたり、逆に近づく方向に力がかかった場合は、ボディ界面で滑りや摩擦力が発生する、といった現象を解析することができます。ボディとボディの接合や固着を設定する場合には、フェムテッドの場合、メッシュ生成時に自動接合されますので、この接触境界は使用する必要はありません。 続いて、その他の設定項目を簡単に紹介します。解析条件には解析の種類以外にも、オクションや大変形、ステップ、熱荷重、高度な設定、結果インポートなどの設定が可能です。また、境界条件にも対象、不連続設定や等変異設定などがあります。ここでは詳細の説明は割愛させていただきますが、 詳しい情報はダイアログの右下のヘルプボタンを押すことで詳細をご確認いただくことができます。続いて材料定数、ボディ属性についても簡単にご紹介します。応力解析で扱うことができる材料としては代表的な材料は男性材料になりますが、それ以外にも男素性、男素性クリープ、粘弾性、 超弾性といった非線形材料にも対応しております。ただし、これら非線形材料は応力拡張オプション機能となります。また、ボディ属性では材料以外の属性として初期歪み、方向、解析領域を設定することができます。これらについても詳しい情報はヘルプボタンを押してご確認いただくことが可能ですので、必要に応じて詳細を確認の上、 ご利用ください。概要紹介の最後に、応力解析の結果を検証する上での基本的な用語を紹介します。材料力学を勉強された方はすでにご存知かと思いますが、これらの用語の意味するところをご理解いただくことで、より深く結果を検証する上で有効となります。Web 検索していただくと、 詳しい説明記事がヒットしますので、本セミナーでは解析事例の紹介を優先し、細かい説明を省略させていただきます。では、ここから応力解析の事例紹介に入っていきます。正解析の事例として、荷重ンカモデル、熱荷重モデル、圧入解析モデルを用いた3つの事例を紹介します。共振解析、 昭和解析、過渡解析の事例として、共通の振動解析モデルを使用した3つの解析事例を紹介します。正解析の解析事例の1つ目のモデルとして、荷重因果モデルについて説明します。モデルとしては、シンプルな直方体の形状の型持ち張りのモデルとなります。材料はアルミ材料を設定しています。 境界条件としては、根元に変異固定、先端に上向きの面分布荷重を設定しており、それぞれの設定内容はスライドに図示した通りとなります。変異固定境界では、XYZ すべての変異を0とし、面分布荷重境界では、Z 成分のみ1ニュートンと設定しています。青い枠が3つありますが、等変異、UY のオンとオフ、荷重が大きい場合と小さい場合、 大変異がオンの場合とオフの場合の結果を比較します。各条件変更の影響を検証することで、型持ち針の解析について理解を深めていただければと思います。まず、等変異設定オンオフの影響を検証します。左側が等変異 UI がオフの場合で、右側がオンの場合の結果となります。 等変異 UI がオフの場合は、片持ち針の左側の固定部に、応力が集中発生します。上半分は圧縮の変形となり青色の応力、すなわち圧縮応力が発生しており、下半分は引っ張りの変形となり赤色の応力、すなわち引っ張り応力が発生しています。一方で右側の等変異 UI がオンの場合の結果を見ると、 針の先端の荷重因果面の等変異設定によって回転が抑制されて固定部と同様に応力集中していることがわかりますこのように等変異設定を行うことで回転変異を抑制することができますので回転を抑制しながら荷重を与えたい場合はこの等変異設定をご活用いただければと思いますここで 参考情報として変異図の倍率設定について補足説明させていただきます。変異図の表示タイプには実スケールと自動スケールの2種類があります。実スケールは変異量を強調せずに実際のスケールで変形図を表示します。自動スケールでは変形イメージがわかりやすいように変形の表示スケールを自動で調整します。 微小変形の解析では、実スケールでは変形イメージがわかりにくいですが、自動スケールでは変形イメージがわかりやすくなります。一方、接触解析などでは、自動スケールでは接触部位の表示が不自然になりますので、実スケール表示が適しています。基本的に f e m t e ドはスケールのタイプを自動選択しますので、スケールの表示設定は意識していただく必要はありません。 続いて、荷重を大きくした場合の結果の変化を検証します。変異図は実スケールで表示しています。荷重が1ニュートンの場合が左側、100ニュートンの場合が右側になります。当然ですが、100ニュートンの場合が変形量が大きくなります。しかしながら、この右側の変形図はやや不自然となっていることにお気づきでしょうか。針の先端が、 円弧を描くように回り込むのが自然ですが、そのような変形になっておりません。これは、微小変形を前提とする線形解析を実施しているのが原因となります。それでは、大変異をオンにするとどうなるのかを確認しましょう。左の図は先ほどと同じ結果で、右の図は大変異をオンとした結果です。 先端が内側に回り込みながら円弧を描くように変形していることがわかります。これは、大変異をオンとすることで幾何学的な視線形が考慮され、回転変異が正確に計算されているためです。このように、回転変異が目で見てわかる程度に明らかな場合は、大変異をオンとすることで自然で正確な結果が得られます。 ここで再び参考情報をお伝えします。これは問い合わせが非常に多い質問ですが、主応力ベクトル表示の最大最小値は、コンター表示の最大最小値に比べると小さくなることがあります。このスライドの事例では、応力の最大値はベクトル表示で1 8ギガパスカルですが、コンター表示では2 6ギガパスカルとなっています。 これは主応力ベクトルは要素の重心における応力を表示しているため、本当の最大値の場所でベクトル表示していないことが理由となります。この傾向は、メッシュサイズが荒い場合や、局所的に応力集中があるモデルで顕著となります。従いまして、応力の最大値を知りたい場合は、コンター表示で確認いただくことをお勧めします。 型持ち針のモデルを用いた結果検証の事例紹介は以上となります。続いて、正解析の解析事例の2つ目のモデルとして、熱荷重モデルについて説明します。ガラエポ基板の上に銅板が配置されたモデルで、計算の軽量化のために4分の1の対象モデルとしております。 解析条件としては、熱荷重オプションをチェックし、ステップ熱荷重タブにて基準温度を25度、到達温度を100度と設定しています。この熱荷重の設定により、25度から100度に温度変化が発生した場合の、ソリ変形や内部応力を求めることができます。この熱荷重モデルで設定している境界条件を説明します。 対象モデルですので、対象面であることを明示する境界条件として、対象不連続タブの対象面にチェックします。このモデルでは X 軸と Y 軸のそれぞれに対象面がありますので、それぞれ別名の境界条件で対象面を設定します。また、基盤の原点の Z 変異を固定するための変異境界条件も設定しています。 これは基板の端部の反り変形評価を簡単にするためのテクニックとなります。では、このモデルを用いて3つの条件変更を行った場合の結果への影響を検証したいと思います。条件変更の1つ目は Z 変異固定がある場合とない場合。2つ目は同ボディを0.5ミ、mm、リから0.05ミ、mm、リへ薄くした場合。 3つ目はその薄くした同ボディをソリッドボディからシートボディにした場合となります。まず、原点の Z 変異固定の有無による違いをご紹介します。左の図は Z 変異固定あり、右の図は Z 変異の固定なしの変異ベクトル図です。見比べていただくと、左の図では原点が変異ゼロで、 全体的に上方向に反り変形が発生し、端部分の Z 変異11.1マイクロメートルがそのまま反り量であるとわかります。一方で右の図では原点においてマイナスの Z 変異が発生していることがわかります。この場合、反り量を求めるには原点と基板の端部の Z 変異の引き算が必要となることがわかります。以上のことから、 基準点である原点を変異固定する方が、反り量を把握しやすいことがわかります。一方で2つのモデルで応力を比較した図を示します。Z 変異固定がある場合と、ない場合で、応力には違いがないことがわかります。基準点の固定は変形を抑制するような変異固定ではありませんので、応力分布には影響しません。 したがって、応力のみ知りたい場合は、変異の基準点の変異固定は不要と言えます。続いて、同ボディの厚みを変更した場合の、同ボディ内部の応力分布の変化を確認します。左の図では同ボディが厚いため、まで合成によって同ボディの下側では引っ張り応力、上側では圧縮応力が発生していますが、 右の図では同ボディが薄いため、ガラエポ基板の膨調によって、同ボディが引っ張られることで発生した引っ張り応力のみが存在している状態であることがわかります。これは同ボディが薄くなることで、曲げ剛性が弱くなり、面方向の剛性が応力を決定づけている状態といえます。 ボディ厚みが薄くなって面方向の合成のみが応力を決定づける状態では、ソリッドボディからシートボディへ置き換えても、ほぼ同じ結果が得られます。左の図は同ボディを薄いソリッドボディ、右の図はシートボディでモデル化したものですが、応力値がほぼ一致していることがわかります。このように薄いソリッドボディはシートボディに変更することができ、このことで計算を軽量化することができます。 ただし、ここで注意点があります。シートボディのボディ属性の厚みを実際の厚みに設定する必要があります。この厚みによってシートボディの面方向の合成が決まります。デフォルト値は 1mm になっていますので、デフォルト値のままではおかしい結果となりますのでご注意ください。この資料は参考資料です。 熱荷重解析では、温度変化に伴って発生する歪みは、初期歪みの熱の成分として計算されますが、見かけ上の歪み、すなわちトータル歪みからこの初期歪みを引いて得られる弾性歪みが、応力に寄与する歪み成分となります。したがって、見かけ上、引っ張りの変形があっても圧縮の応力が発生しているという現象も発生します。少し、 ややこしい話になりますので、これ以上の深入りは避けたいと思います。続いて、正解析の解析事例の3つ目のモデルとして、圧入解析モデルについて説明します。計 6mm の穴が開いた円筒形ボディに、計 6.4mm の棒を圧入する接触解析の事例となります。接触解析の安定化、 計算時間の短縮のために4分の1の対象モデルを解析しています。解析条件では大変異をオンにし、接触解析は非線形解析になるため、分割ステップの設定が必要となりますが、ここではデフォルト値20としています。境界条件について解説します。対象面には対象境界を設定しています。 二つの異なる方向の対象面がありますので、それぞれ異なる名前の対象面境界を設定しています。圧入解析のため、円筒ボディの底面は変異固定とし、棒ボ,ボディの上面には強制変異の境界条件を設定しています。棒ボ,ボディは、Z 軸マイナス方向に5ト、mm、ル移動する強制変異の設定としています。 続いて接触表面の境界条件になります。円筒ボディの内側の面に接触面、棒ボディの外側の面に非接触面の境界条件を設定し、これらのペア設定において摩擦係数0.3を設定しています。今回の圧入モデルでは、この摩擦係数が0.3の場合と0の場合の結果の違いを検証したいと思います。 解析結果を示します。左が摩擦ありの場合、右が摩擦なしの場合の変異ベクトル結果です。いずれも同じカラースケール設定で表示していますが、摩擦ありの結果の方が z 軸マイナス方向の変異が大きいことが、ベクトルの方向や色からわかります。摩擦ありの場合と摩擦なしの場合の挿入力をグラフで比較します。 挿入力は、圧入時に発生する変異固定境界上の反力や、強制変異の境界上の外力から求まります。また、接触境界上で発生する接触力の Z 成分も、挿入力に一致します。グラフから摩擦ありの場合、挿入量の増加とともに挿入力は増加していますが、摩擦なしの場合は、挿入開始以降は一定となっていることがわかります。 解析条件で挿入後に抜挙するステップを追加設定することで挿入抜去の挙動を解析できます。変異ベクトルのアニメーションをご覧ください。挿入時と抜去時の円筒ボディの変異ベクトルの Z 方向が変化していることがわかります。これは挿入時と抜去時で摩擦力の方向が変化することに起因しています。このことは右のグラフの挿入時と抜去時の挿入力が 政府反転していることからもわかります。圧入解析の解析事例の解説は以上となります。ここからは2本のリード端子のある円筒形状の部品の振動解析について解説します。モデルは左側の図のようにシンプルな形状で構成しています。2本のリード端子の先端に z 軸方向の振動を与えた場合の応答を解析し、発生する応力を求めることが解析の目的となります。振動変異のタイプに応じて調和解析または過渡解析を実施します。具体的には、制限振動が継続的に加わる場合は調和解析、単発振動のような任意波形の振動の場合は過渡解析を実施します。ただし、 いずれにしてもモデルの共振周波数を把握しておくことが重要となります。まずは共振解析を実施して共振周波数や共振モードをあらかじめ確認し、その結果を調和解析の周波数スイープ設定や過渡解析の時間ステップ設定に活用することが有効となります。まずは共振解析を実施します。 共振解析の場合、振動を加える面は変異固定とします。応力解析の種類を共振解析とし、共振解析の設定でモード数をデフォルトの3から6へ変更しています。これは、振動変異によって発生する振動モードには、工事モードまで含まれる可能性があるためです。共振解析の結果を示します。 6つの共振モードが得られていて、左上から右下にかけて周波数が低い順に並べています。472Hz のモードは円筒先端が Z 方向に振動するモード。2093Hz のモードは円筒先端が Y 方向に振動するモード。2459Hz のモードは円筒部品が X 軸を軸にねじり回転するモード。 5756Hz のモードは円筒部品が Y 軸を軸にねじり回転するモード 7337Hz のモードは円筒部品が Z 軸を軸にねじり回転するモード 1988Hz のモードは円筒部品が X 軸方向に振動するモードであることがそれぞれのモードの変異ベクトルからわかりますこれらのモードの中で リード先端が Z 軸方向に振動することで、霊震される可能性があるのは、472Hz のモードと 5756Hz のモードの2つであることがわかります。これらのモードが霊震されることを想定し、調和解析や過渡解析の解析条件にこれらの情報を活用します。 昭和解析の解析条件の設定について説明します。ここでは、460Hz から 480Hz で、振動周波数をスイープした場合の応答解析を行います。振動変異を根元に設定します。ここでは 0.1mm としています。また、材料定数の機械的減衰として0.01を設定しています。この減衰が0の場合は、 共振周波数における振動変異は無限大となってしまうので注意が必要です。解析の種類は調和解析を選択し、周波数のスイープ設定は 460Hz から 480Hz の範囲を 0.25Hz の間隔でスイープします。共振ピークが滑らかに得られるように周波数間隔は細かく設定するのがポイントです。 昭和解析の結果を示します。横軸が周波数、縦軸が最大変異のグラフから 472Hz で変異ピークが最大値となっていることがわかります。このピークは損失が小さいほど鋭い形状となり、損失が大きいほど広がったピーク形状となります。このように共振周波数では振動変異が大きくなるため、 共振周波数における振動変異や振動応力を把握しておくことが重要となります。続いて、過渡解析の解析事例を示します。過渡解析では調和解析とは違い、時間重み設定を行うことで任意の振動変異を設定することができます。具体的な振動波形は次のスライドで示しますが、 この解析事例では高速振動と低速振動の2条件で結果を比較します。振動速度に応じてかと解析タブの時間ステップを調整しています。今回の解析事例では高速波形では時間ステップを0.01ミリ秒、低速波形では0.05ミリ秒としています。振動変異の時間波形を示します。 高速条件、低速条件、いずれも450マイクロメートル Z 軸方向に変異させた後に、しばらくその位置でとどまり、再び元の位置に戻す設定としています。高速条件ではそれを0.4ミリ秒の間で実施し、低速条件では4ミリ秒の間で実施しています。先ほどのスライドで示した時間ステップは、この振動変異による応答を精度よく計算するために、 調整した設定と言えます。高速条件の場合の過渡解析の結果を示します。左側のグラフは横軸が時刻で、縦軸はリード線の根元の X 垂直応力です。応力が周期的に振動していることがわかります。この振動周期は、共振解析で得られた4つ目の共振モードの周波数と一致しています。 右側に主応力ベクトルのアニメーションを示していますが、この振動モードはまさに4つ目の共振モードそのものと言えます。低速条件の場合の過と解析の結果を示します。先ほどの結果と同様に、左側のグラフから応力が周期的に振動していることがわかります。この振動周期は、 共振解析で得られた一つ目の共振モードの周波数と一致しています。右側に主要力ベクトルのアニメーションを示していますが、この振動モードはまさに一つ目の共振モードそのものと言えます。左側のグラフを見ると高速振動の波形が重なっていることがわかります。これは先ほどのスライドで示した四つ目の共振モードの波形であり、 低速で振動させた場合も工事の振動モードが多少混入していることがわかります。このように複数の共振モードが含まれる振動応答を解析できるのが過渡解析の特徴でありメリットであると言えます。以上が応力解析の解析事例の紹介となります。最後に応力解析のコツを4つほど表でまとめてみました。 対象モデル化は解析計算の軽量化の観点で非常に効果的です。接触解析は高速条件が不足すると収束しませんが、対象モデルは高速条件と計算の軽量化の面でダブルで効果があります。共振解析を調和解析や過渡解析の前に実施しておくことは、その結果から、注目すべき周波数や過渡解析の時間ステップの設定で参考になります。 過度解析で難しいのは時間ステップの設定です。着目する応答を見逃さない範囲で時間ステップを調整する必要があります。以上で、応力解析のセクションを終了します。お疲れ様でした。引き続き、熱伝導解析の概要を説明します。 熱伝導解析には定常解析と過渡解析の2つの解析の種類があります。定常解析では時間依存項のない熱伝導方程式を解くことで定常状態のみを解きます。一方、過渡解析では時間依存項を考慮した熱伝導方程式を時間ステップを刻みながら解くことで時間軸上の温度変化を知ることができます。従って、 定常状態のみを知りたい場合は定常解析。時間軸上の温度変化を知りたい場合は過渡解析を選択する。といった使い分けとなります。熱伝導解析で使用する熱的な境界条件について簡単に説明します。温度境界は温度を数値で指定でき、熱流速境界は単位面積あたりの熱の流入を数値で指定できます。 電気上、温度を固定したい場合、熱流速を固定したい場合には使用しますが、特別なケースに限定されるかと思います。熱抵抗境界は、あらかじめ面で接するボディ管に設定することができます。通常はボディ管の接する面の熱抵抗はゼロとなり、温度の不連続は発生しませんが、熱抵抗を設定すると、 そこで温度勾配が発生するため、ボディ間において温度が不連続となります。その次の、熱伝達、対流、および副射は周囲空間への放熱を設定する場合に使われます。熱伝達、対流は周囲の空気などの流体による放熱を考慮することができ、副射は赤外線などの電磁波による放熱を考慮することができます。 熱伝導解析の解析条件には他にもいろいろな設定項目があります。詳しい説明はここでは割愛しますが、ヘルプボタンをクリックすると関連するヘルプが開きますので、ご興味のある方はぜひご確認ください。副写設定は境界条件ですが、解析条件のダイアログからもまとめ設定を行ったり、一覧表で設定状況を確認することができます。 こちらも右下にヘルプボタンがありますので詳細はヘルプをご参照ください。熱伝導解析で必要となる材料定数とボディ属性について簡単に説明します。材料定数としては必ず必要となるのは熱伝導率です。また過渡解析の場合は比熱と密度も必要となります。 ボディ属性でよく使われるのは発熱量です。発熱体で発生する発熱量は、ボディ属性の発熱量のタブで設定します。他にもいくつか設定項目がありますが、詳細はヘルプをご参照ください。では、ここから熱伝導解析の事例紹介に移りたいと思います。 基板の上に発熱体が実装されたモデルを使用します。はじめは基板サイズが小さいモデルからスタートし、基板サイズを大きくしたり、グランド層を追加したり、さらにはサーマルビアホールを追加したり、段階的に放熱改善を施しながら、それぞれのモデルの解析結果の変化を検証していきたいと思います。 では、モデル1について詳しく説明します。10ミリ角の基板の上に5ミリ角の発熱体が実装されています。発熱体 IC の発熱量は1ワットとし、周囲環境への放熱条件としては自然対流と副射を考慮します。発熱量は、ボディ属性 IC の総発熱量として設定しています。 解析条件としては、ソルバの選択で熱伝導解析、ワットを選択し、熱伝導解析の種類としては定常解析、環境温度は25度としています。副写の設定ボタンがありますが、この設定内容については、後のスライドで解説します。放熱条件として自然対流と環境副写の両方を考慮します。 フェムテッドには外部境界条件という便利な機能があります。この外部境界条件に自然対流と環境複写を設定しておくことで、放熱設定は完了です。外部境界条件を使用する場合、各ボディの周囲環境に接する面を個別に選択して、放熱の境界条件を設定するといった手間を省くことができます。 複写の設定ですが、環境、速度重視を選択し、複写率としては0.8を設定しています。ボディ同士の複写熱のやり取りを考慮する場合は、環境複写ではなく、表面間複写を選択しますが、このモデルの周囲には複写熱のやり取りをするようなボディはありませんので、環境複写を選択しています。 モデル1の解析結果を示します。この図は温度のコンター図ですが、発熱体の中央部が最高温度になっていることがわかります。この最高温度ですが、372度と非常に高い温度になっており、放熱改善が必要な結果であることがわかります。放熱改善策を施す前に、このモデル1の熱収支を確認しておきます。 熱収支とは発熱、ボディ間の熱伝導、周囲環境への対流や副射による放熱量の具体的な内訳であり、計算値テーブルの熱収支に一覧表として出力されています。今回のモデル1では発熱体で発生している発熱量1ワットのうち、発熱体からの直接的な周囲環境への放熱量は対流が0.225ワット、副車が0.165ワットであり、 残る0.61ワットは基板に熱伝導で伝わり、基板から対流が0.338ワット、副車が0.272ワットの内訳で周囲環境へ放熱していることがわかります。したがって、発熱量のうち39%は IC から、61%は基板を経由して周囲空間へ放熱していることがわかります。 先ほどの熱収支を視覚的に把握できる熱経路可視化ツールをご紹介します。熱経路可視化ツールではボディ間の熱伝導や周囲環境への放熱を矢印で視覚的に表示することができます。矢印が太いほどその経路の熱量が多いことを示していますので、太い矢印をたどる経路が最も放熱に寄与している熱経路であることがわかります。モデル1の場合。 最も放熱に寄与している熱経路は IC から 0.61W の熱が基盤サブに伝わり、基盤サブから環境に放熱している経路であることがわかります。熱経路可視化ツールは Excel のマクロで動作するツールですが、使用方法などの詳細情報はこちらの f e m t e ドヘルプのトピックをご参照ください。 このヘルプトピックからエクセルマクロのファイルをダウンロードすることも可能です。ここで熱伝導という現象について少しだけおさらいをしておきたいと思います。熱伝導は熱伝導体の内部で熱が伝わる現象ですが、具体的には絶縁体の場合は原子の熱振動、金属の場合は自由電子を介して発生します。 熱伝導には方向性があり、温度が高い部位から低い部位に向かって熱が伝わります。フーリエの法則と呼ばれています。一方で熱伝導体から周囲の空気などの流体へ熱が伝わる現象は、熱伝達と呼ばれています。熱伝導と熱伝達は漢字の2文字が同じなので混同しやすいのですが、物理的には全く異なる現象であることにご注意ください。 先ほどのモデルに当てはめると、発熱体から基板に熱が伝わる現象は熱伝導であり、その熱が基板の円端部まで伝わる現象も熱伝導です。一方で各ボディから周囲空間への放熱は対流や副射ですが、このうち、対流は周囲の空気への熱伝達であると言えます。副射については赤外線などの電磁波を介する放熱であるため、空気がなくても熱が伝わります。 太陽からの熱が真空の宇宙空間を通過して地球に伝わるのも副射です。流体を介する放熱ではありませんので、副射は熱伝達には該当しません。流体を介する放熱現象である熱伝達には2種類あり、一つが自然対流、もう一つが強制対流です。自然対流が無風の空気中における放熱であるのに対して、 強制対流は風速がある場合の放熱です。当然ながら風速が大きいほど放熱効率は高くなります。また、自然対流にしても、強制対流にしても、形状や寸法によってその放熱効率は変化します。副車は先ほどのスライドでも触れましたが赤外線による放熱であり、真空中でも放熱します。対流とは全く異なる物理現象になるので、 同時に発生しますので、副射と対流は同時に考慮することが可能です。副射による熱流速は副射係数に比例して変化します。このスライドに示す一覧表は自然対流、強制対流、副射の3つの放熱条件の熱流速の計算式を整理したものです。それぞれ、計算式は異なっていますが、共通していることがあります。お気づきでしょうか それは、いずれも表面温度 θ と環境温度 θA の温度差が大きいほど、放熱量が大きくなりますが、表面と環境に温度差がない場合は、放熱しないということです。また、環境温度の方が表面温度よりも高い場合は、熱流速の符号が反転しますが、それは放熱ではなく、急熱であることを意味します。フェムテッドでは、急熱の場合も解くことができます。 では、改めて熱伝導解析の解析事例の話題に戻りたいと思います。先ほど初期モデルであるモデル1の解析結果について解説しました。ここから、モデル1の放熱性を良くするために段階的に設計変更を加えていきます。モデル2では基板サイズを大きくします。モデル3では基板の下の面にグランド層を追加します。 モデル4では発熱体とグランドの間にサーマルビアホールを追加します。モデル5では自然対流を強制対流に変更してみます。それぞれの設計変更の効果を順番に解説します。モデル2では基板サイズを大きくしています。縦横の寸法をそれぞれ2倍にしていますが、果たして放熱性は改善されますでしょうか モデル2の解析結果を左に、モデル1の解析結果を右に示しています。基板の周囲の温度はモデル1より低くなっていますが、発熱体の最高温度はほとんど変わっていないことがわかります。これは基板の材料であるガラエポが熱伝導率が低いため、発熱体から伝わってきた熱を周囲まで伝えることができず、放熱改善効果が見られていないと言えます。 このモデル2の熱収支を示します。発熱体から基板への熱伝導はモデル1とほとんど変化していないことがわかります。続いて、熱経路可視化ツールの結果の比較です。モデル1とモデル2はほとんど同じ放熱バランスとなっています。このモデルの放熱性を改善するには、発熱体から環境への熱抵抗を下げることと、 基盤から環境への熱抵抗を下げることが考えられます。例えば発熱体の上にヒートシンクを配置するのも一つの方法となります。今回の事例では、発熱体上には何も配置できないという制限があると仮定し、基盤側の環境への熱抵抗を下げる対策を引き続き検討したいと思います。モデルさんでは、 基板の下の面に厚み0.05ミリの銅材料のグランド層を追加しました。本来、電子デバイスの基板には電気回路を構成するための銅の配線パターンがありますので、モデル2よりはモデル3の方がより実体に近い状態と言えるかもしれません。モデル2とモデル3の解析結果を比較します。 最高温度が138度低下しており、グランド層によって熱が拡散されて放熱効果が改善されていることがわかります。モデルさんの熱収支テーブルを示します。熱収支テーブル上の数値をモデルの模式図上に配置したのが左下の図になります。 特に大きく変わったのは発熱体 IC から基板サブへの熱伝導の数値です。モデル2では 0.62W でしたが、モデル3では 0.808W まで改善されています。モデル3の結果を熱経路可視化ツールで表示した結果を示します。発熱体 IC から基板サブだけではなく、 グランド層も経由して環境に放熱していることがわかります。ただし、実際にはこのような単純な熱経路ではないことを次のスライド以降で解説します。この図は、モデルさんの熱流速ベクトルの断面図をわかりやすいように厚み方向にズーム表示したものです。青い矢印が熱流速ベクトルですが、 モデルの中央部と周辺部で方向が逆転していることがわかります。これは発熱体 IC の熱が基板中央部を介してグランドに伝わり、グランドの中央部から周辺部に伝わった熱が、再び基板の周辺部に戻ってから環境に放熱していることを示しています。熱経路可視化ツールではボディ単位で熱経路を示すため、このような複雑な熱の流れを可視化するためには、 基板とグランドの中央部と周辺部でボディ分割して、異なるボディ属性名を設定する必要があります。基板サブとグランド層をそれぞれ中央部と周辺部に分割して解析を行い、改めて熱経路、可視化ツールで表示した結果を示します。基板とグランドの中央部のボディには、アンダーバー C を名前に付与しています。 基板とグランドの周辺部のボディの名前は変更していません。この熱経路の結果から太い矢印をたどると、主な放熱ルートがわかります。発熱部 IC から基板中央部、基板中央部からグランド中央部、グランド中央部からグランド周辺部、グランド周辺部から基板周辺部に熱が伝わり、最後に環境に放熱している熱経路が見えるようになりました。 続いてモデル4について解説します。モデル4では発熱体 IC からグランドへの熱抵抗を下げるために、ビアホールを9本追加しています。モデル3では発熱体 IC とグランドへの間には基板しかありませんでしたが、ビアホールが追加されることでさらなる放熱改善効果が期待できます。モデル3とモデル4の結果を比較します。 ビアホールの追加によって、さらに最高温度が35度程度低下していることがわかります。モデル4の熱収支テーブルの情報をモデルの模式図上に反映してみました。モデル3に対する大きな変化点としては、発熱体から基板やグランド経由の放熱量が、モデル3では0.808ワットであったのが、 モデル4では0.855ワットまで増加したことです。モデル4の結果を熱経路、可視化ツールで表示したものです。様々な放熱ルートが重なって表示されており、主要な放熱ルートが直感的にわかりにくくなっています。このモデル4もモデル3と同様。 中央部と周辺部で熱の経路の向きが逆転していることが熱流速ベクトル図からわかります。従って、モデルさんと同様に中央部と周辺部でボディを分けた上で熱経路可視化ツールで表示した結果を次のスライドで示します。モデルさんと同様に基板とグランドの中央部のボディ名にアンダーバー C を付与して、 周辺部と区別できるようにしています。この結果から、最も主となる放熱ルートは、発熱体から基板中央部、基板中央部からビアホール、ビアホールからグランド中央部、グランド中央部からグランド周辺部、グランド周辺部から基板周辺部、そして基板周辺部から環境への放熱ルートであることがわかります。ビアホールに入ってくる熱の内訳が、 発熱体からの直接ルートよりも、発熱体から基板中央部を経由するルートが大きいこともわかります。前のスライドの熱流速ベクトルの結果も同じことを示していました。では、いよいよ最後の条件変更になります。モデル5では放熱条件を自然対流から強制対流に変更します。 強制対流では風速と代表長さによって熱伝達係数が決まります。代表長さは基板のサイズ20ミリで固定としますが、風速を秒速1メートルから4メートルにスイープして結果を比較してみましょう。モデル4とモデル5の結果を比較します。まず、自然対流から強制対流に変更することで、 最高温度が低下していることがわかります。さらに、風速を秒速1メートルから4メートルへ変更することによっても、最高温度が低下していることがわかります。このことから、強制対流が自然対流よりも、放熱にとってははるかに望ましい条件であることがわかります。ここで、モデル1からモデル5への条件変更のポイントと、 それぞれのモデルのジャンクション熱抵抗及び改善効果を整理してみたいと思います。ジャンクション熱抵抗は発熱体のある電子デバイスの発熱部の消費電力と周囲環境に対する温度上昇量の関係を示したものです。1ワット消費させた場合の環境温度に対する温度上昇量と解釈することもできます。このジャンクション熱抵抗の数値が モデル2からモデル5にかけて大きく低下していることからも、放熱性が改善されていることが定量的にわかります。参考情報として熱伝導解析のポイントを2つほどご紹介します。1つは熱収支と熱経路、可視化についてですが、熱収支テーブルや熱経路可視化によって熱経路のボトルネックが見えてきますので、 放熱効率を改善する上での有効なツールとして活用できます。二つ目はカト解析についてです。今回の事例ではカト解析についてあまり触れていませんが、温度が定常状態に至るまでの時間変化や、発熱や環境温度に時間依存がある場合に、それを考慮した解析が可能となります。状況に応じて、カト解析を活用していただくと良いかと思います。 最後に、熱伝導解析の結果を検証する上での必要となる基礎知識ということで、4つほど用語を挙げております。本セミナーでは少しだけ触れましたが、より詳しい情報についてはネット検索などので収集可能ですので、ご興味のある方はぜひ調べてみてください。応力熱伝導解析入門セミナーの講義編は以上となります。 最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。お疲れ様です。